えっと、それではガイデンスを始めたいと思います。えー、今日のタイトルは、フィールドは知財、注、え、意、ー、フィールドは注目度知財、紅士の仕事、将来像という形でお話をしたいと思っております。担当はレクセン二師、子、レジの佐藤です。皆さん、こんにちは。で今日はね、もう年末でありまして、こんなにたくさんの、ね、方が来ていただきまして、ありがとうございました。じゃあね、早速、今日配ったレジュメに従って、晴らしていこうかなと思ってるんですね。あのいわゆる今、紅士って、どうなんですかね。皆さんの意見から言うと AI に代替されてしまう資格ってことになってるのかなでも実はそうではないんですよね実はねあの。それは一面だけ捉えただけの話でありまして今日聞いていただくと違うってことは多分分かるかなと思っています。手際配ったものをちょっとで見ていただきたいと思ってるんですけど一つはこれ、えっと、このレジュメですねで。基本的にこのレジュメに従って話していきます。これはもう一つががあるるるのが、えー、といわゆるこれ、ね、パンフレットになってるんだけど まず、ね、このパンフレットの中身を見てもらいたいと思っています。ね、で見ていただくとここでやりまして、うんとまず私がどんな人かということがわからないとあの申し込むかどうかって決まらないではないですか。ね、ちょっと見てもらいたいと思っているんですで。それが何ページかな。私の解説が書いてあるのがちょうど42ページに、ね、上がっておりますので、42ページを開いてください。はい、でこうなっていますよねで。私のプロフィールはずっと書いてあるんですけど ここですよね。趣旨書いてありまして、大学はうん1988年に中央大学の法学部っていう学部を出ております。だから、あの一般的に言うとね。ベリスさんって理科系ですね。ってイメージが強いと思うんですよ。で、私の場合はガリガリの文系ってことになっているからね。で、ここでずっとやっていたのが司法試験やっていたんですね。で、4年間ずっと研究室ってあの中央大学にありますんで、通っておりまして、司法試験の勉強をずっとやっておりました。 最終的には受かんなかったんだよね。受かんなくって大学院行った後に会社に行きましたってことになっています。だから大学院ではあの民事法でありますんで民主と正的財産って勉強していたんですよね。でその後に会社に行ってってことになります。で会社に行ったのが、えー、ちょうどこの大日本印刷っていう会社に行きました。でそこで私は第一期目の時代部のねあのいわゆる時代部の社員ってことになってるんですね。 で当時は知、ね、的財産権本部って今とは全く違うんですね。今どっちかというと私の時はそうではなくってどっちかというとねあのいろんな、ね、研究所を回ってきたような方が最後に行っつくところっていうイメージが強かったんですね。うん、で全然もうイメージが違ってしまってと特にね特急制限についてもどっちかというとともかく出せっていうイメージですね。 戦略的じゃなくって模倣されちゃうと困るんでともかく出せっていうのが一般的だったかなって思います僕はねでも最近違いますよね最近は発明ちゃんと精査してで戦略的に出すでしょで全然違ってしまってるんだってことになっていますよね高みとしてもねそうなっているということですねで私は何をやっていたのかなってことなんだけど今でいうところのブランディングっていうのは今から30年前にやっていました今これ主流なんですよね商標系だとね でブランンディング一体何でしょうね簡単に言うとねあの会社のネーミングを作る会社って新しい市場を作るではないですかこういう場についてちょうどパンフレットを受注しますよね前提としてじゃ会社のネーミングを考えていただけませんかあの確かドコモっていう会社があったと思うけどそれもやったかと思いますないしは新しい価格を作る商品を売りたいじゃあどうするんですかとビックリバーのチョコレートってあったよねあのカードあれを作って 売ったらいいではないですかっていうアイデアを企画マンが持っていくんですね。でそれに対するまあ著作権とか大した権利の処理どうするんですかっていうのをやっていたりしました。あるいは当時はそうですねちょうどあの時代が変わるっていう時だったかな。私入ったのは昭和六十三年でありますのでちょうど昭和から平成に変わるっていう時代だったんですよ。でその時にやっぱり年、ね、言語がどうなるかってことは結構重要だったんだよね。で全てこれすりが変わってしまうではないですか。 でそういう問題についてどうするのかとまた新しい今金城天皇陛下がねあの即位するってことでありましてじゃ皇室の紋章って使ってもよいのかどうなのかこういうことも検討しましたよねうん。であるいはちょうどオリンピックってその後にやったのかな長野オリンピックですでその時に世界の各国のマークってありますね。ないしはオリンピックのマークもあるでしょあれも使ってもよいか媒体に使ってもよいかないしはテレビに使ってもよいかあるいは挿入歌はどうするか。 こういうこともやっていたんですよ。それをやることによって印刷受注が来るわけでしょこれをやっていました。あるいは税理部を立ち上げっていうのをちょうど当時やりましたね。その時に。あのチームのマスコットないしは名称、どうするか、これも検討したんだよね、うん。でね、たまたま作ったそのマスコットがあるマスコットと似ていたんですよね。だから、その時にアメリカに行ってこいと。私はないんだけど、私の上司が行ってこいと言われまして、生かされ、生か、行ったんだよね、上司が。 で応答もらってきてこれももらってきてじゃあ早速直してくれませんかってことで大至急これ修正したんだよねでプレス発表なんとか間に合ったって言われてくるものもありますで結構面白かったですね、うん、でもねあるやっぱり一定の時期になると会社って辞めたくなっちゃったんですねなんかね資格をば取りたくなった司法試験やっていたでしょでそうするとねやっぱしね資格ってをえば取れなくなってきたんだね でそれも資格取るとある程度目があるかなっていうかね終始に雇用っていうことではなくってなんかね自分でできるってことがあるじゃないですかでそれも現役でずっと進めることができますよね資格あれば,あればねでそこで何とかできないかなと当時一大部に満たしってことがあったんでじゃあ弁理士を目指そうかなって思ったんですよで私の場合は5年かかりました当時9試験でありますんで5.6から6年が平均だったと思うんだよね でそうですね。で今日ちょっと話したいのは紅、えー、シってこれからおいしいのかっていうところだよね。紅ス王ですからね。まずこれ見ていただきたいと思っております。まず位置づけですよね。皆さんから見たら紅ニ王さんってどう見えるかってことだよね。一般的には特許上に対する代行業務をやっているような代屋さんっていうイメージでしょ。発明を書いた。いわゆる名社書を書くっていいます。 ないしは意見書を書く対談代償屋さんではないですかってイメージですよねそこは。でも実際上そうなのかっていうと約ね8割ぐらいはそういう感じになってるかなっていうところがあるわけですよそこはねちょっとこの表を見てもらいたいカンペいえばね、うん、いわゆる財産には2つあるわけですよ形がある財産これ有待財産といいます。道産産ととか不動産だよねこここのののフィールドを扱っているのが弁護士さんってことになりますこの一方で がない財産、無体財産、ないしは知的所有権といったりします、これを扱っているのが、我々弁士って話になっているわけだよね。この中の3番というパーツがあるよね、3番、ここになるんだけど、ちょうどね、ちょっと待ってね、ここ、3番のパーツ、いわゆる、全く有体財産の被っていない部分、これ、なんでしょうね、有体財産、動産、不動産と言われてくるものは、最初からあるものはあるんですよ。 でイーさん特に特実遺症っていうねこの,このえ法律はまずは権利を作るっていうところが始まるんだよねこういうパーツは優待財産に全くないんですよこの約8割はここを占めてるわけね実際弁理士業務の中心ってこう占めてるわけですよ、うん、でもここばっかりやってる事務所っていうのは結構厳しいってことになるよねなぜかだって平成20年ぐらいからずっと大量合格時代ってあったわけですよ私があったことは 約 3, 名それがあの一挙にもうパーッと増えてしまって今うんと一万数千人いるんだよね数が約3倍以上になってしまったそうなってしまうとどうかな世うの件数がそれほど増えたかっていうとそこまで増えていないわけですよ。今これは飽和状態だからあくまでも資格を取れば大体は誰でもできるんですよ大体はこのことはね。うん、でそうなっちゃうと資格っておいしくないかなっていう感じがしますよね。また 対特許庁に対する仕事ってことになりますんで、行政でしょ特許庁って、行政庁に対する仕事って割と確実的ではないですかね。確実的仕事って言われてくるものはだいたい AI によって代替されちゃいますよ。変わってしまうってことだよね。極めて怖いということになるよね。だって今ね、資料を見てみると一番 AI に対して代替しやすい仕事って何ですかとアンケートがあるでしょ。あじゃあ違うか。一番多いのは多分会計士、ないしは税理士さん。 その時弁護士って書いてあっったりするわけねで弁理士ってあまり書いていないんですよ。なぜかなっていうと認知度が多分ないからですねそこまでは、うん。でも実際上ね一番大きいのは弁理士さんかもしれません。だって明細書を書くないしは商標調査をする特に商標調査っていうのは私がね会社に入った頃はノウハウですよ。どうやって調べるのか類似判断ってどうやってするのかこれはノウハウですよ。人には絶対しゃべらないんだよね。 で、それによってかなり地位を占めていたないしは、あのうまくね。お金を稼いでいたっていうのが商標権の便利さんだったんですよ。で、じゃ今は違うよね。特許庁のオープンデータが j プラットパッドっていう形でオープンになっています。だからある程度分かっている方だったら調べることが可能です。素人でもねって言ったら過言ではないかもしれませんね。まあ、それによって ai によって代替されてしまったってことになるわけでしょ。そうなるとこっちの分野のフィールについてはほぼこれ。ai によって。 代替されてしまうんだよってことに当然なりますよね。美味しくないではないかと、じゃあ取ってしまってもしょうがないではないかって声が聞こえてきそうだよね。じゃあやめてしまった方がいいんではないかと、お金もかかるからねってなるよね。でもちょっと考えてもらいたい。私が言ってるのは、このフィールドだけではないと。文理さんがやるべきフィールドっていうのは。二番もあるではないですか。二番。いわゆる。有体財産と。無体財産が。カバーリングしているところ。これ一体何かっていうと。権利化ゴですよ。権利化後。 今戦戦略略的的にに権利を取取取っってているるるるととううででではないですかまずこれ取るとこれれろってあるよね、うん、でそれも戦略的に取るんでしょどういう特許だったら意味があってどう取るべきですかって当然あるわけ昔はそうではないですよ昔はともかく出せだから効されると困るからともかく出せあとはどう,しようもかどうしようか考えていないっていうのは多かったわけですよでも今違うよねまず戦略的に出せってことになるよねそれでまず考えますよね考えて登録になりましたって 登録になった後、これ全く使わないともったいないってことに当然なりますよね。じゃあどうするんですかね。当然取った後については、これ活用しますよね。活用と活用しますよね。ただ活用する前提として価値ってこれわからないと活用の仕方が全くわからないわけですよ。で一番これわからないのは大学発明等のまあ言ってみたら先駆的な発明になりますよね。これ一番わからないわけですよ。だって使ったことが全くないもん。 使ったこと全全くくななないいらば基準って全くないわけですよでこれに対してこういうボールペンみたいなやつっていうのは改良発明でしょこれある程度基準があるわけですよ。これは例えばこれまあマーカーなんだけどこのマーカーは消せませんボールペンで。でも消すことができるっていうボールペン丸ではないですか。だったらそれを応用して使ったらどうかなってことはある程度予測は立ちますよね。価値はどうかなってことも予測立ちますよね。でもも大学発明みたいいなものについては なかなか予測は立たないんだってことに当然なりますよ。そこはね。で、そこはまずわからないってことになると、使い勝手がないってことになるよね。うん、この価値評価ってこれ結構重要ですよ。価値評価。価値評価ね。活用したくても価値が分からなかったら、活用の仕方しようがない。例えば譲渡したい。ないしはライセンスをしたい。したいんだけど、価値が分からない。だったら、まあ、観光に従ってやっていこうではないですかってなっちゃうよね。でも、それではあまり意味がないではないですかね。 これ分かっている先生っているんですかというといないって言っても過言ではないですよすごく難しいから誰も考えたことがないんですよでも無体財産じゃなくて有体財産はどうですかというとっってやってやいますよね例えば不動産については不動産鑑定士っていらっしゃるでしょその先生がやってるではないですかでそれに基づいて銀行は担保を設定して,担保を設定して金銭を消費対策って形で貸していますよねでも 無題財産の場合はなかなか難しい分からないからですよまだ学祭が浅い大体、うん、いい平成12年ぐらいから始まったっていう学問体系のねこの価値評価っていうところがねだから分からない特許でも分からない特許がまず初めに始まったのねだったらデザインはどうですかとデザインはこれ上がったり下がったりアップダウン激しいんですよもっとよく分からないもっとよく分からないじゃあネーミングはどうですかとネーミングは 使えば使うと価値が上がるんだけど一点どころにいくとカチンって下がる場合があります変な使い方すると一挙に下がりますよくわからないってことになりますよね著作権はどうですかとこれもよくわからないってことになるよね何のために取っているのかとよく分かんなくなっちゃうよねでこういうことをちゃんと精査するのが本当はねベンさんなのかなっていう感じもするわけだって誰もわかんないではないですかまず価値を評価するんだったら会計士さんでも会計士さんは 知財産家の仕組みを知れませんととなっちゃうわからないでしょ一番分かりやすいのはあの特許翻訳っていう翻訳ね英語はいくらできたって特許のね基本ワードが分かんない人は特許翻訳でできないんですよでそれと近い会計学は分かるでも特許制度が分からなかったら価値分からないよねこの発明はどのくらい取るのが難しかったのかこれによっても全然違ってしまいますよね簡単だっただったらまた違いますよねで業界かから見てどうなんですかと 商標しかりデザインしかりこれもこれわからないとわかりませんよねこういうことも踏まえて価値って決めていくわけでしょでもそれがまだ住んでいないわけですよ特許でもしかりだったら商標衣装なんかなおさらですねって当然になりますよねまあこれがわかるようになると活用ってできるようになってくるわけ会社売れを得ますよねで個人も売れを得ますよね売うでもわからないでさらに最近は結構総省問題が多くなってきた特に外国企業が 入ることによって総省問題が多くなってきたってなりますよねで、権利侵害だと言って損害賠償を給償しましょうってなるわけじゃないですかでもその場合だったってわからないってことになるよねだって基準がわからないんだから損害賠償って額はいくらにしましょうかって言ったって当然わからないわけですよそうなっちゃうとこれ持っていてもしょうがないってことになるよねじゃあやっぱりこれは誰がやるべきですかとやっぱ会計士ではないでしょうじゃあ 弁護士さんが近しいから弁護士さんがやるべきかといっても、これも違うかと思うんだよね。一番これ、やっぱり、優待財産じゃなくて、無体財産について、制度設計が分かっているのは、弁護士さんなんでしょう。ないし発明の価値についても、これ、難しい発明だ、一緒に作ってきたんだっていうのも、弁護士さんなんでしょう。だったら、弁護士さんが本来やるべきですよ。ただ、これやる,やるという前提としては、会計学これ、必要ですよね。あるいは、これ、優待財産をかぶってるではないですか。 だったら、無体財産、流体財産についての一般的な知識、民法の知識、刑法の知識、こういうのがないと、やっぱ難しいわけですよ、かつよって。特に財イにすスって話になると、一般法絶対必要になりますもんね。契約社会って話になりますんで、当然そうなるんだってことになってくるよね。うん、じゃあ、それを試験でやるんですかっていうと、そうではないんだよね。だって、担当式試験って、今の試験は、ここに書いてあるように、単に丸バツを聞く試験ですよ、単純に。 今そうなっているで論文式試験はどうなってるんですかってことだけど論文式試験はねだいぶこれ変遷してきたんだよね、うん、大量広告時代の問題これあるんだけど27年の問題ってありますよちょっと見てもらいたいんだけどすごく文章が長いんだよね長いこれ解けるんですかと何か実務チックじゃないですかすごく長くって一見するとね長いまだまだずーっとあるわけねこの問題文読んで1時間で解くんですよ特許1問って。 うん、これからだんだん変わってきて最近はっていうと、うん、文章短くなってきたのねこんな感じ特に衣装なんてこんなやつ衣装法において一つの衣装として認められるものを衣装法二条それぞ関係する条文照らして説明せよって変わってきたのねだんだんとなんで変わってきたんですかね、うん、あの正直言うと大量降格地帯平成21年ぐらいの時には「ーネーンネ齢分長いよね」 これ簡単に言うと担当式試験なんですよ長くって操作をすれば解けるんだよね担当その組み合わせってこれ問題だったんですよ、うん、で増やしたいっていうところがあったんだよねで増やしすぎちゃったんですよでそれ一方であのこういう人材本当に取りたい人材が取れませんでしたっていうこれ反省があるんだよねその反省のもとでできたのが今の試験ってこれ問題になってるわけでしょ試験問題試験問題ねそうなってるだけど本当の回答について まだ予備校も教えていないし受験生も答えていないってことになってるんじゃないのかなって思ってます今年はね特に今年は難しかったそれ一方で合格者は去年以上に出てしまってるってことがあるわけねもちろんできた人もたくさんいると思いますでもその一方でやっぱ標準偏差に鳴らしてあの偏差値でこれ判断してるんでそれは結構低かったのかなって思っていますでそうなっちゃうとなかなかうまくいかないっていう感じがするんだよね特にここうういうところ 無体財産と有体財産が重なってしまっている部分についてはなかなか処理ができないでさらにこういうところって裁判所が入ってくるってことこ結構ありますね特に侵害とかライセンスって話になると対裁判所対契約ってなるよねでこれは確実的ではないこっちの3のパターンについては対特許庁でしょ特許庁は行政庁ではないですか行政は確実的に迅速にやるんですよだから確実的でも良い 今までそうやってずっと教えてきたの、予備校って、で試験はそうなっていた。でもこれでいいんですかというと、いけないんではないのかなってことだよね。だって訴訟になりましたと、訴訟になった場合については原告側は A という、被告側は B という。どっちも正しいわけですよ。全く違うことを言うんだったら、どっちも負けに決まっていますからね。どっちも正しい。正しいところを持って、どっちが正しいですかと見るのが裁判官なんでしょう。それを説得するのが弁士って話になる。 どっちに立つかによって意見変わりますよねそこはねであるいは最近ねあと仕事してあるのが中小企業の保護育成ですよで中小企業についてまず発病を把握しなければいけない彼に関して前提としてコミュニケーションを取らなければいけないってなりますよねなかなかそうしないと発明発掘ができないわけですよまたこれができる先生も少ないということでしょうだって勉強ずっとやってきただけだったらできないではないですかでまた丸 これだけでもダメだよね。こういう場合についてはこうなってるんだ。下川内ロけどでまさにそう,いうそういうことになってるんではないのあのドラマって。いろんなねところに挫折をしながらあの発,明者、まあ、発明者と弁護士さんが応答し合って特許をしてして回避してってことをやっていますよね。ああいうことがやっぱりできないとこれからは難しいわけですよ。でも試験がそうなっていないし備校もそうなっていないんですよ。これを打破したいと思ってるのね私は。 でこの講座の中で教えるのは何かというと真理です教えるのは答えではないってこともちろん答えも教えますけど本当の真理を教えます、うんまあ、簡単に言うとねどういうことかってことなんだけどねまずあの法律の問題これ法律っていうのはこれ法律でですよ特許法もしっかり日用紙やもしっかり衣装もそうなんだけど法律の勉強の勉強の勉強の仕ないしは買うの仕方って2つあるんだよね。1つは何かとというとここ許容性です 教育と言っているのは簡単に言うと条文だよねこの問題に対しては何条何項に書いてあるからこうなるんだとこれはどの先生も教えますよこれは誰も同じ理系の先生だろうが法文系であろうが同じですよこれは同じなんでもちろん教えますただしこれだけでは足りないわけですよ我々が法学部ないしは法学研究でやっていたのはそれではないもちろん十分そうなっているってことは分かってるんだけどそれ以外にやっていたのが社会的妥当性だよね この条文の趣旨はこれこれこうだ。したがって、こう考えないと、おかしいんだってことです。おかしいんだってこと。うん、で、そこなかなか教える先生っていないんだよね。だって、教科書がないもん。うん、法的なセンスないし、法的なバックグラウンドがないと、なかなか難しいわけですよ。ここって。で、これがわかるようになると、担当の問題も百問やって、百二問、百三問、百五問で解けます。でも、条文だけでやってしまうと、どうかというと、一問やって。 一問の世界かな。でも人間ってかわいそうだけど、頭はそこまでよろしくない。私もそうだよね。忘れちゃうんですよ。だん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 とね。百問やって八十問って世界が一般的だと思いますよ。なかなか難しいということにどうしようどうしてもなっちゃうんだよね。そこは。うん、だから私は中心として教えるのはここ社会的平等性だってなっています。ここね。でこれができるようになると価値の評価ないしは侵害対応。 よくできるようになりますないしは海外展開ってこともこれから重要ですってことが聞くか今でも重要ですよねこれはもっとできるようになるということになるよね海外展開できるようになるとなっていきます、うん、でね、この度には試験受からなければいけないんだけどさて試験どうなるかなということだよね、うん、今さっき言ったようにこの業界って AI によって代替されそうな感じがするわけですよで特許庁も含めて試験の先生もそれは考えているはずなんだよね 試験問題もだんだんんと変わってきたと特に平成25年ぐらいから変わってきたと割と考えるまで増えてきたとでも受験生がそこまでいっていないんですよでそれがまあ長としては嘆かわしいんでしょうね多分じゃあどうするんですかと多分これからも出しますよでもねさすがに対応してくるかと思うんだよね受験生含めてでそうなってしまうとなかなか合格できない確実的ではないってなっちゃうと思うのねそこはねうんでねこれはね 正直なななこととを言う予予備備校校んんんだだけどレクってかから受かればいいんでしょでもそれだけで本当はいけないと思ってるの受かればいいっていうのは大学受験ですよ大学受験の予備校であるならばあとは大学に行って教えてもらったらよい自分でやればよいんですよそれはそれででもこれ違うよね受かった後は資格がついてくるそれは仕事になるわけですよで私はこの仕事辞めてもメルである以上は資料券でもらえないからね 仕事を失っていないからってことになってます。資格イコール仕事なんですよ。ということは、すぐもう役に立たないとダメなんだよねで。さらに言うならば、できれば、こっち領域。今までやってない領域についてできるようなことじゃないと、これから食べていけないわけですよ。AI によって代替されてしまう。約8割はこれ、淘汰されてしまうと言われてますからね。残り2割はそうではない。そっちに入りたいでしょう。どっちかというと。残り2割。AI を使う方だよね。インプットする方。 AI は学習します。学習しますでもその学習についてデータを入れるのは人間でも画質的な人間はこれは入れることはできないんですよ。でそれはやってもらいたくないせっかく高いお金を払って合格するわけでしょ一番悲劇なのが,なのが受かったんだけど使いませんっていう人ですよ。これかわいそうだよね。でも AI を使う側になるとどうなります数はまず少なくなるよね。8割はが使われる側になるからね使う方は2割少ない。 かつそれを使うことができるようになるとスペースすごくアップします。大量の仕事がその2割の方にこれかんかあの偏ってくるんだよね。でもっと儲かるよって話に当然なりますよ。でさらに言うならばこの知的所有権の世界って言われてくるものは未開発の分野はすごく多い。価値をかもしっかり。で過去にこれを目を展示で見てみればアウリ発酵大容ドって問題出たよね。食番締めのこの問題なんだけどね。よもや600億。 こんなに、ね、払うってことになるかなって思って誰もいなかったんですよ当時はでも判決が出たんだよね暴論だったけどね出ましたでその時に弁護士さん何と言ったか弁護士はみんなこれ賛同したんだよねさすがに中村先生なんだよねだからこんな発明できたんだよねすごいよねって言ったわけですよでもリーさんの方から見るとどう見えますかね全然違うんだよねもしこんなものが共有されてしまうならば会社はどうしますかね 改良発展の費用で出さなくなっちゃうよ約今9割方が企業から出す発明ですよこれはデジタイル出せませんって話になると日本の産業振興は滞ってしまうんだって当然になりますよねこれはあってはいけないことなんですよ、うん、で、そういうことで改正されましたってことがあるわけ、うん、でこの発明がこの判決が出た瞬間にこれはまずいよなって思ったのら私免士ですよねで、死者さんは違う判定を持っているっていうことでしょだから その瞬間でもおかしいなって批判の心ないしは趣旨がわからないと批判ってできないんですよ。でそうなってもらいたいのねじゃないと使われる側に変わってしまうからねなってしまいます。あるいはね勉強する際に私が中心に挙げてんのは何といってもこれは担当式試験なんだよね、うん、この講座の特徴を言うならば担当式試験に一番特化してる試験の特化してる講座だと言っても過言ではない僕ここはね何で担当かってことだよね。よく メシー試験っていうのはローム式試験が一番難しいっていうではないですかでそれは旧試験ね旧試ですよ難しかったのはバックとしたものが出てくるんで何を書いていいのかっていうのはよく分からなかったっていうところがあるわけねでも最近はちゃんとこれもう命題を与えてますよねこの場合どうなりますかここを書けばいいんですよ簡単に言えばねだからロームではなくなってしまってるんですよ担当に近いそういった意味ではね担当さえ受かれば何とかなるわけですよそれもローム式試験っていうのは 相対評価で二十五パーセント受かります。常に。でも担当はそうではない。担当は絶対評価。三十九点取らないと受からないんですよ。三十九点取らないと受からない。それも年度によっこれ全く違うんだよね。年度によって全く違うのね。うん、これはちょっと書いてあると思うんですけど、おっしゃところね。うん、で、論文式試験は二十五パーセント受かります。その一方で担当式試験はどうかといったら今年は二十パーセント受かりました。六百二十名です。 で昨年はと言ったら8%、ないしは9%、280名。年によって違うんですよ、難易度が。でも39点なんだよね。難易度が全然違うんでしょ、年度によって。読み間違いがすごくこれ大きいっていうことかな。なかなか読めない、このうちは。ということで本年はどうなるかといったら、ちょっとこれ真ん中くらいになるんじゃないですかね。うん、大体12、ントってことになるんで、結構難しいですよね。論文はっていうと25、25%絶対受かりますので、必ず。 りるとこになっておりますそういう観点で言うならば、担当がこれすごく難しいんだって話になってるわけ。うん、担当重視って話になりますからね。そこはね。で、担当さえ取れば、なんとかなります。で、さらに言うならば、合格した後で一番役に立つのは、何と言っても担当の知識ですよ。これは本当。これ弁護士でもそう。弁護士の先生に聞いてみたら絶対言いますよ。何が一番重要だったか。これは民法の担当の知識と絶対言いますよ。うん、で、我々だったら、 特許の担当の知識に対しては商品の担当の知識これは重要だった絶対いますよ絶対言いますよ,ますよそのぐらい担当って重要なんだよねってことになるからねじゃあこの講座ってそうなってるんですかってことだよね、うん、これ一応そうなってるからねなぜかこれはちょっとねこれを見てもらいたいと思ってるのね。 今年から一年合格ベーシックにまた戻ってきたんですけど、何をするかってことね。通常入門講座があって論基礎があって単基礎って形で三回転回すってことをやっております。レックは。うん、で、あと演習がついてるからね、したね。うん、で、私の場合については入門講座についてはまずレックのこう教材に従って約二時間ぐらい喋ります。でもう一つあっち一時間何喋るかっていうと自分の部教材ってあるのね。その附教材がレックの教材よりも熱いんだよね。 そっちに従って、担当の単元別で、これは授業をやっていきます単。単元別のテキストがあるんです。で、それに従って、担当をちゃんとやっていきます。この段階でね。そうなってしまうと、入門段階で既に、担当は一応単元別が終わったって話になるんだよね。だいたい8割はこれで終わります。1回終わるんですよ。これが8月にやってくるの。8月に。八月に。で、論記書をやります。で、論記書集はって言ったら、これは過去問です。過去問を撤回します。 やっぱし、ね、過去問が一番中心に決まってますよどう考えたって大学入試だって絶対赤本青本ってやるではないですか同じねこれはで短期層ではっていうと地球上的にやっていくんだよねでも通常な入門講座をやってとこれ普通にもう解説するだけですよで論証をやってとこれ過去問やらない論文の書き方とかないしは1行レジメントずっとやるだけなんですよでもそれでも受からないですよなかなかねで短期層になって論文的にやるんでしょ でもこれは難しい何で難しいんですかってことだけどこれこうなってるからねやはり日本の法制っていうのはパンデクテンっていう法制をとっていますパンデクテンどういうことか地球上ってこうなっていて一応からずっと始まってるわけでしょだけど日本の法制ってねそういうふうにうまくね作られているわけではないんですよ例えば 5x プラス 6x ってことあるよねどうしますかね x を前に出して5を足す6ってあるよねこの 全部全部力かかるところが総則と言います。これが一度から二十八章に書いてあるんですよ。一番最初に書いてあるのね。で、これ本でから言うならば一番最後にやるパーツなんだよね。でも地球上的にやっちゃうと一番最初にやるんでしょ。わかるわけないわけですよ。どう見たって。だからこのブリッジが絶対必要なの。いきなり入門やってから短期総合でハードルが高いんですよ。で、そのブリッジっていう意味で入門講座の中で一般的なことを話した上で。 自分のレジュメに従って単元別に担当を回すんだって私はやっています。でその回やらないとなかなか卓一って受からないんですよ。でさらに合格ナビゲートゼミっていうところがありまして約十三回あるのねこれ何やるかといったら単当の格物の,の撤回をやります。一緒にやっていくんです。そうすることによって担当って絶対取れるんだってなるからね。でさらに卓一ができる方って大体も決まっておりましてだいたい卓一が六十点のうち 五十点取れる方はだいたいロムも七十パーセントぐらい受かる可能性があります。一年受かる可能性があると言ってるんですよ。で、四十五点ぐらいになると下がるんだよね。だいたい四十パーセントぐらいになります。で、これに対して基準点で三十九点という形になると約十パーセント未満という形になっちゃうんで、全然違ってくるんだよね。で確率いかに高く取れるかっていうところが一番の資金積。で、また明確にこれわかるではないですか。確率ってこのように取れたっていうところがね。だから。 絶対はいいいい点数を取っっててもらいたいと思ってるわけね、うん、でちょっと仕事にまた戻るんだけどねじゃあ仕事って、えー、さっき言ったこの分野しか、えー、新しい分野ってないんですかというとそうではないだって海外にもあるよねメリッさんってこの点が一番弁護士さんと違うところ外内内外ってあるよね実際の事務所もこ,これで潤ってるわけですよ外内内外ここね潤ってるわけ。ただし 外交の事務所に直接、外国に外交の特許証に直接出すことはできません。ただ資格がないから、じゃ何をやってるんですかというと、向こうの事務所に対して手紙を書いてる,するだけですよ。あとは向こうが出してるだけなのね。できたら自分で出したいでしょ。でもそれは向こうの資格がないと出せないわけだよね。出せない。うん、だから若い人にいつも言ってますよ。合格した後に向こうの資格を取れ、ないしは海外に行けと。本当に言っ特人がいるんだね。今一人行ってるのはインドに行ってます。 インド、ニューデリーに行ってんのかな。そこで勉強してますよね。向こうの法制とかね、いろんな制度をやっています。インドは人口多いからね、これからすごく産業って発行するんじゃないかなと思ってますよ。うん、あと中国行ってる人もいます、うん。あとカンボジアもいますよね。これからでしょう。これからね。うん、あるいはアメリカに行って今ロイヤーになっている人もいます。まあ、そういうね、あの合格者結構いるんだよね。うん で私よりも全然偉なくなっちゃったねっていう感じがするけど羨ましいけどまあいい瞬間かなっていつも思っていますそこはね、うん、でそのためにはねこの弁護士試験ってやっぱり必要なのねなぜかってことだけど日本の法体系で決まってるわけまずね一番最頂点にあるものは何かというとこれは憲法です憲法ただ憲法って1から103か条しかないんですよこれによって国法体系で全てまとめるわけにはできないよね どうしますかと言ったら日本国民主権ですしって日本の国民の代表者であるところの国会議員の先生が集まって作るのが法律だよね。特許をりをりり法著作権りってこというす。ただ法律もこれ全て書いてるわけではない。だって国会議員の先生が作ってると言ったって国会議員っていうのは特許の正門ですかというと違うでしょ。分かってる先生はと言ったら菅直人先生ぐらいしかいないでしょ。ととなると あとはもう、省令に任せるんだね、命令と言います。経済産業省令とか、特許施行規則に任せるんだよね。うん、でも、その間に条約ってあるよね。じゃあ、条約はどこに位置するんですかと。憲法上書いていないですよ。しかし、一般的に条約は憲法より下、でも、法律より上ってなっています。ということは、条約に反するような特許はないんですよ。世界どこを見てもね。そうだね。大体特許っていうのは、この条約を、これやってしまうと。 どこでも似てるんだよね。だから、日本の資格を取ってしまえば、ある程度ね、英語ができる。同士ができるってことになれば、向こう資格を取ることも可能です。で、実際とそれ取ってる人結構います。そうなっちゃうと、これから美味しいかなって思うんですよ。うん、確かに今日本は、あの、景気がいい。で、資格を取るという景気が、ところがあまりないところが結構あるよね。でも、ずーっとこのまま行くんですかね。本当に景気がいいのかなっていうと、どうかなって思うんだね。 うちも長男がね就職したんだけど自分が就職するときと比べるとやっぱ就職は昔から比べるとどうかな難しいかなっていう感はあるよね確かに、うん、私に行った会社は昔だとね1,500600取っていたと思うんですよ自分のときってでも今っていうと300ぐらいになってたかなこの前調べたら約5分の1いいいいと言ったって大企業はそんなにでもないんだよねというかかなりもう縮小してるってことかな 人生をやってるわけですよ私たちみたいな年代がたくさんいるんである程度調整をして取ってるっていう感じでしょそんなにいいわけではない。いいわけで,はないで今後もしオリンピック終わってしまった万博終わってしまったって話になると景気は下降するかもしれない。でこういう場合であったとしたって向こうの資格を持ってるんですって話になると向こうの独書帳ないしは裁判所に対して直に出せるわけですよ。が全然違ってくるよね広がりますよね。ね、う、と、ん、となると 弁護士以上ににこれは美味ししいい資格ななるるかかとうううう感じがすると思うんだけどねどうでしょうかねねでょぜひそういうこともね若い方なしは英語が得意な方って検討してもらいたいと思うんですよ。行くべきだと思いますよそういうところに、うん、あるいは新しいことをチャレンジをすべきでこういうところがたくさんたくさんあるんだよね。この講義の中ではこのヒントを教えようかなと思ってますヒント。私は解決できているわけではないんだけどこういう出口はどうですかってこと結構しますんで。ね まあそれが受験勉強であって受験勉強ではないっていうゆえなんだよね。これも話しながらやっていこうかなって思っています。ね、であと、ひまるしい改正ってあるからね。改正があると。改正があると。ね。医疫も改正しますよね。今後ね。そうなってしまうとどうなるんですかって当然なるよね。改正に対応できない先生は破るしかないってなるじゃないですか。うん。まあそこはチャンスだよね。そういった意味では。だまだまだこれからあると。この観点からら言言うな民法改正と言っていてい 騒いでるような弁護士の先生って生どいい方って感じがするよねだって我々の世界って毎年毎年改正ってやってるんですよで大改正が今度来るんだよねやっとやってくると大改正がやってくるともっともっと大変だって感じがするけどねそうなっちゃうとね扱いが変わりますからね一躍にしてね変わってしまうとなりますそういった意味では面白いしやることはすごくあるとなりますねフィールドが広いと。 すごく国際性に飛んでるって資格になってますからね。範囲が広いとあります。あとね、著作権っていうのは誰がやるんですかね。著作権、著作権はまさにこの二の分野ですよ。二の分野、二の分野。うん、最初からもう権利発生するのね。作った瞬間権利発生する。三ではないですよ。二の分野。でも誰がやるんですかと。無体財産ですかって言ったらそうです。メ弁シーに近いです。で、科目にも出てきます。 でその一方で、実態法に近いですかと言ったらそうです。そういった面では、弁護士も近い、弁護士も近いですよ。でも、より近いのは、やっぱり弁護士さんでしょう。であるならば、これ、やっぱり勉強したかったらだめだよね。法的にものを考えることができないと、著作権ってうまく使えないからね。でそういった意味でも、法的な思考、絶対必要であります。それができるためにもあの、私の講座の中で、一緒にやっていこうかなって思っております。ね、ぜひ、その法的な思考を身につけたい。 ないしは今後ね。いい仕事をしたいって方は入門講座に来ていただきたいと思っております。お待ちしておりますんでね。今日もし申し込みの方がいたらね。一緒にやっていきましょう。